ね、ヘルプぐらい小さくて上がりませんでしたってはっきり言ってください。こっちはもう3人、せーの、ゴール、大きい怪我もあったんですけど、まあ、みんなで練習したことを出せたと思います。ちょっと緊張しましたね。初めて起きたんで、だけど結構ドクターさんとかがしっかり対応してくれたんで慌てずにできました。楽しかったです。割楽しかったです。なんか看護科としては役割がそんななかったんですけど、他の新旧だったりサポーター巻いてる人とかの様子見て、あ、すごいなって思いました。いい経験ができました。はい、ありがとうございます。初めての経験で、いや、分からないことあったんですけど、他の学科の人たちと協力してサポートすることができたので良かったです。ありがとうございます。いろいろとやれて嬉しかったです。バタバタでした。最初なんかヘルニアっぽい人が来たり、まあ、結構股関節腰が痛いっていう人が多かったですね、はい、で痛みとかしびれが消えて感動してレフリーの人たちも帰っていきました。ありがとうございます。お疲れでした。お互いに学びたいことをしっかり救護ブースで練習試合して、いい刺激にはなったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、学生の子どもたちに少しでも還元できてたらよかったなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。逃げる速さだけ、あの人逃げる速さだけすごい。